イグナシオ・シラクは、スペインの物理学者である。量子コンピュータ及び、量子情報理論のパイオニアの一人である。1988年に、マドリード・コンプルテンセ大学を卒業し、コロラド大学ボルダー校宇宙、物理学複合研究所のペーター・ソラーの下で、ポスドク研究を行うため、アメリカ合衆国に移住した。1991年から1996年まで、 カスティーリャラマンチャ大学で物理学を教えた。1996年、インスブルックにある理論物理学研究所の教授となり、2001年からは、ガーヒング・バイ・ミュンヘンにあるマックス・プランク領子工学研究所で理論部門を率いた。同時に、ミュンヘン工科大学の名誉教授に指名された。また、設立された2002年から、バルセロナのインスティチュート・オブ・フォトニック・サイエンシズで、 特別招兵教授及びリサーチアドバイザーを務めている。ハーバード大学、ミュンヘン工科大学、ハンブルク大学、カリフォルニア大学サンタバーバラ校、ハノーファー大学、ブリーストル大学、パリ大学、サクレー研究所、高等師範学校、マサチューセッツ工科大学等でも研究を行っている。研究領域は、量子工学、量子情報理論、量子多体物理学等である。 彼の理論に基づいて量子コンピュータが情報科学に革新を起こし、より効率的で安全な情報通信が可能になると期待される。ペーター・ゾラートの4トラップ型量子コンピュータに関する共同研究は実験的量子コンピュータの可能性を開き、工学講師に関する共同研究は量子シミュレーションの分野を飛躍させた。また、量子情報理論、宿体量子機体。 量子工学、繰り込み群等の分野でも独創性に富んだ貢献を行っている。2017年時点で、ほとんどが著名な学術史への440を超える論文を発表しており、この分野で最も引用の多い著者の一人となっている。ノーベル物理学賞の受賞候補の一人とされている。2006年のアストリアス皇太子賞学術、技術研究部門、2008年のベベビエ。 ファンデーションフロンティアーズ・オブ・ナレッジ・アワード基礎科学部門2009年のトムソン・ロイター引用栄誉賞2010年のベンジャミン・フランクリンメダル物理学部門等多数の賞を受賞している2013年にはペーター・ソラーと共にウルフ賞物理学部門を受賞した2018年にはマックス・プランクメダルと W ・ミシャス・クアンタムプライズも受賞した 2003年にはアメリカ物理学会のフェローに選ばれた。ありがとうございます。